綺麗だね、だからまだ綺麗、綺麗だし、うん、で肝心のこっちがダメな方ね。いや真っ黒だわ、やっぱ口に開いてんな。これが、中に入ってた、これね、ここに入ってた、遠心式のオイルフィルターだそうです。なので、この4つのネジ、ネジを外して清掃するそうです。これはね、なんか、抜けないらしいんですけど、本当は。だけど、これは抜けるタイプだったので、ラッキーだったかなと思います。
ね。これで綺麗になりました。これだけ取れ、こんだけ取れたからね。ひとまずこれで OK にしましょう。ね。シリンダーの圧縮漏れの原因を調べてまして、でシリンダーを外すことができたんで、外してでピストンリングも全部外したんですよ。そしたら、映像のようにこんな感じで入ってました。で組み合わせでね入ってました。でどういうわけか、セコンドリングがなんでか3本出てきましたね。 N って書いてるの多分セコンドリングですよね。そうだね、セコンドリングがなぜか3本出てきました。これね、 N マーク2つ全部 N マークがついてるんですけど、セコンドマークのリングが3本と、オイルリングが本当ならばこういう、一体になってるやつがあるんですよね。パンダと、挟んでこれさ、こういうのがついてるんですけど、どういうわけかバラバラになってるのが出てきました。それとこれがトップリングが出てきます。トップリングが1個しかついてないと。
ていうのが、原因かなと。なんでか3本、なんで3本が入ってんだか。本当なら2本ずつ全部ね、2個ずつ入ってなきゃいけないんですが、こんな状態になってました。